心から好きになれる自分をありのまま表現するあなたを応援するポッドキャスト Sunny Days in the USA へようこそ。普通って何？当たり前って誰が決めたの？一度きりしかない人生なのに生きづらいなんてもったいない。サニーと一緒に周りの意見に左右されず。 我が道ををく旅を始めてみませんか皆さん今回も「サニーデイズインディ・ウェステのエピソードを聞いてくださりありがとうございます今回からイントロを少し変えてみましたそんなリニューアルした今回のエピソードなんですけどもそんな回にすっごくフィットした素敵なゲストをお呼びしました 今回のインタビューは、ポッドキャストの番組 Flow からボレンズまゆみさんをお招きしました。彼女のポッドキャストでは、産まない、産めない女性の幸せな人生計画という本当に素敵なメッセージを、えー、と伝えているポッドキャストなんですけども、そんなポッドキャスト Flow からまゆみさんをお招きしてのインタビュー、今回は多種多様な海外経験から ご自身の不妊治療の経験だったりとか、ポッドキャストを始めるきっかけ、本当にたくさんの質問をさせていただいたんですけども、す,すっごく素敵な回になっておりますので、皆さんにぜひ楽しんでいただきたいと思います。それでは、ぜひ聞いてください。はい、では、自己紹介からお願いします。はい、皆さん、こんにちは。えー、ボレンズまゆみと申します。 えー、私は今現在シンガポールに住んでいまして日本は兵庫県出身なんですけれども、えーまあ、海外に在住もう1718年かな、はい、になりますで、えー、今は、えー、そうですねに、まあ、その個人事業主という形でいろんなこうサービスを提供してましてあの主には、えー、バイリンガル MC というものとあとあのナレーター通訳のこうファシリテーターみたいな形をやってるんですけれども、まあ、他にもこう海外在住の日本人へのこうグローバルコミュニケーションコーチとか英語のこうプレゼンであったりスピーチっていうのを指導をしたりっていうのをしてます。 ははいいいいよろししくお願いします、はい、お願願ますえっとあゆみさんのお仕事はたくさんのことをされていて、えっと、すごく興味深いなと思ったんですけどもその前にいろいろな海外経験をされているのでまずそこをちょっと深掘りして聞いていきたいなって思うんですけども、えっと、まず最初に今シンガポールにお住まいっておっしゃってたんですけども最初はカナダにいらっしゃったっていうことでそこの留学の の経験のお話を少し聞きたいなって思っていまして留学の決めたきっかけだったりとか、はい、あとそこのカナダでの経験を学んだことだったり苦労したことって何ですか、うん、えっ、ー、とそうですねまずまあ今ねシンガポールに住んでいるんですけれども、えー、18歳高校卒業してからカナダのブリティッシュコロンビアというところに留学してでまあそこから中国で とかでシンガポールっていう風になるんですけれどもまあ、最初の留学がそのカナダになったのは、まあ,あのまず姉が最初にまあ、4歳上の姉なんですけどが留学をしていたっていうのと、あとまあ、親戚がアメリカにあのずっと住んでたんですね。で、その影響もあって、なんかこう留学することはなんかごく自然なことだったんですけど、うん、アメリカがカナダってなった時に。 あのアメリカを止められたんですねアメリカに住んでいる <laughs> 親戚からあのでそう。というのも、まあ、私の場合はま,あ、まだ90年代も後半で,で92年にこうロサンゼルス暴動っていうのがあったんですよね。はい、でそのなんか記憶がまだ新鮮なところでやっぱり社会に こう送り娘をね1 1月の娘を送り出すっていうのがやっぱり親的に抵抗があってじゃあ、まあ、本当にもうシンプルなんですけどカナダは銃社会じゃないからじゃあカナダにっていう形で、えー、留学を決めたんですねで、うん、まあそのだからごく自然だったんですけどその留学が高校留学になるか高校から始めるかあの高校終わってから っていうところでまあ親的にはもう義務教育だけはこう日本の高校を出てからもう日本語がぐちゃぐちゃになるから <laughs> であの今後ね日本で働く時に結構その日本語が大変になるからっていうこともあってあのはい、えー、と高校卒業してから18歳で行きましたけれども、うん、苦労したことはあの まあ英語自体はそのもうずっと小さい頃からあの勉強してたりとかまあ帰国子女のお友達がいたりそのなんか周りの影響でこう英語を話すっていうことに対してはそこまであのコンプレックスコンプレックスというかその難しいことはなかったんですけれどもあのやっぱり海外に住んだことがもう最初18年日本に住んでて海外にあの住み始めるとそのやっぱり習慣もわからないし で一番大きかったのはその最初に ESL にあの行かないといけないんですよね。English Second Language っていうコースに行くのでそこでやっぱりその世界から集まる学生さんと一緒に勉強するわけですよね。うん、で私はその,その時にやっぱりこう宗教も話しちゃいけないとか。うん こうなんかタブーなことにポリティクスとリリジョンスを話さないとかそういうの知らなかったので,、はい、あので私は無宗教で育ってて、うん、でなんかねあの変にこうカナダって結構クリスチャンの人多いのでクリスチャンの話をしちゃったらなんかイスラムの人が何 <laughs> でクリスチャンだけなのみたいな,なそういう話になって。 なんか宗教の話ってダメなんだってそういうのもやっぱり日本では教えてくれなかったのでうん、うん、なんか、うん、そういうところは結構慣れるのにいろんな人がいるっていうことを知るのにすすごい時間かかりました、うん、そうなんですね、うん、あの私も実はそういう経験があって、えっと、大学留学の最初の時に ESL に少しいたんですけども、うんえっと、ミドリースト系の方々が。 やっぱりラマダンの最中でちょうど夏だったので,うんで私ラマダンって知らなくて。 でえっとあの皆さんすごく疲れていらっしゃってあのそれってで断食断食,断食をする、うん、あの期間があってで私それを知らなくてあのお水こうやってあのオファーしたりとかあのえこれちょっと食べるとか言ってあのクラスの最中にあの皆さんの気分が良くなればいいなって思ってたことが実はラマダンって調べてみたらみんなその日中は断食をしなきゃいけないっていうあの期間っていうことをして、うん、あ大変なこと 通ししてしまっったたと思ったんですけどで、ね、あらあらあの <laughs>、うん、で今だったら多分そのいろんなね人種の方日本に来たりして、うんね、あの旅行で来てっていうので、うん、なんとなくそういう,こう宗教が違うっていうのもねなんか日本では知ってる方多いのかなと思うんですけど、うん、私の90年代とか本当に2000年の最初って、うん、クリスチャン以外なんか宗教は本当にに、ね、知らなかったので。うん うんだからすごく勉強になりましたけどねうん、うん、そうなんですね、うん、えカナダにはどのくらいいらっしゃったんですか私は結局そうですね2年半か3年ぐらいではい終わってで日本で初就職をしました、うん、そうなんですねえっ、ー、とその就職あのされたっ、えー、とにカナダ人の旦那さんと出会われたっていうことでよろしいでしょうか

えとポッドキャストの自己紹介のエピソードとかで結構詳しくお話しされてるのかなと思うので皆さんに聞いてほしいんですけどもであのその後にカナダ人のパートナーの方と結婚してであの中国に行かれたということで私の中でわ <laughs> カナダから中国にと思ってすごいなんかいろいろなところに行ってらっしゃるなって思ったんですけども、えー、とその頃の話をあのポッドキャストを聞かせていただいた時にやっぱり大変だったっていう話をされていて でそれってあの旦那さんの国でもないし自分の国でもないし第3の国で,、うん、で国際結婚でやっぱり文化も違う状況でとかいろいろあると思うんですけどもそこで大変だったことだったりあの思い出だったことってありますかまあそうですねやっぱり最初のあのすごくインパインパクトがきつかったのはあの 杭州っていうね、あの、ご安って言われるところに最初、あの、もう新婚で、だから、ハネムーンにも行かず、結婚、カナダで結婚式あげて、でもその足でこう、あの中国に入ってだったんですけど、一日目かな、もう夜にね、あの、ご飯食べに行こうって言って出かけたときに、子供たちがね、手をつないでくるんですよ、2、3人。 で、この子供、子供たち、どこから来たのみたいな、夜八時、九時で。はい。そしたら、あのホームレスの子供だったんですよね。はい。で。もう。その女性に、やっぱり、こう、がターゲットなので。はい。で、女性にも、そのお金くれ、お金くれで、手をつないで、こう、するんですけど。はい。もう、もういきなりですね、もう、わあって群がってきて。で、まあ、男性にはつかないんですよね。 うんうん、だから女性の,そのまあ母性がある人たちにわーってきてでももうどうしたらいいのかわからないみたいなそこから始まったっていうまあでキッズはやっぱり孤児で、はい、で一人のまあお母さん的な存在の人にこうマネージされてで入ってこいっていうような。うん もうあこの人にあのじゃあ今から行ってこいみたいな感じの指示をされて子どもたちが行くっていうのを、はい、もう本当にそうですねだから2000年2005年だったんですけどまだやっぱり中国今の、ね、中国とはまた全然違う、うんうん、ちょっとやっぱり貧困の激しいところでしたね、うんうん、そこから始まりました。す <laughs> すごいですねそれって びっくりするし、そういうのはにやっぱり日本ではちょっと違うというか、まあ、そういう経験はなかなかないのかなと思うので、うん、わあそれはやっぱりインパクト大ですね。 うーんやっぱり最初もうどこに連れてかれたんだろうみたいなもうなんか被害意識はすごかったですねなんかもううちの夫にめちゃめちゃ責めてましたへえそうなんですねえであのそのご夫婦でやっぱり第三の国で、まあ、言語が違ったりとか文化が違ったりっていう、まあ、ストレスもある中でご夫婦間で新婚でもあるしっていう、うん、いろいろなことが重なっていらっしゃったとは思うんですけども、うん、その中での国際結婚って っていううののはどのような経験でしたかあの喧嘩とかはあったんですかうんもうほんと最初のね、まあ、中国最終的に7年いたんですけど、はい、私はもう5年でもう切り上げたいって思ってたんですね、うん、うんただ彼のその野望としては中国に行ってあの起業したかったんですよ。うん なので起業しないと終われないっていう、はい、でまあしたらね下で今度長くいな,いないといけないし、うん、だからもうなんかああこれは長くなるのかなと思ってたんですけど、はい、そしたらもう、ね、腹くくってやっぱりねあの中国語も覚えないといけないし生活がね、うん、まずできないしでアジア人の顔してるのでやっぱり中国人だと間違えられるかららラらラらって話されるんですよね。はい、で夫はちょっとこうエグゾティックな顔してるので あの絶対英語でちょっとなんとなく話をしてくれるんですけど私の場合はやっぱり中国人に間違えられるから、うん、そこがもうねなんか国際結婚だなみたいな私が話さないといけないんだみたいなのはあってあ、はい、でそうですねもう必死で勉強しましたやっぱりうんもう生活ができないので、はい、<laughs> で。 あとまあその国際結婚というかやっぱり私が日本人として2005年ぐらいからあの中国に住んでたんですけどやはりまだこうそのね歴史的な日本人がであのしてきた歴史っていうのをやっぱりこうもう本当に突きつけられるというかだから日本人として中国で住むっていうことの意味 うんを本当に学びましたした自分でも体験したし、はい、その中でやっぱりああのその日本人っていうことを隠してこう生活しないといけないっていう場面も出てくるので自分の身を守るために、はい、うんだからそういう意味では長年やっぱりなるべくこうパブリックの場で日本語を話さないようにしたり、はい、もう英語オンリーで。 もう何人か分からないようにこうカムフラージュするような感じ、うん、で暮らしてたのでやっぱり7年間本当にこの日本っていうものからこう遠ざけるわけではないんですけど隠,す隠さないといけないっていうこの何て言うんですか意識の方が強くてやっぱり夫には分からないわけなんですよね。 うんで夫はやっぱりカナディアンだしもうカナダ人って多分、ね、旅行先で見たことあると思うんですけどもうカナダのフラッグを <laughs> バックパックにとかスーツケースにバーンって貼って T <laughs> シャツも、ね、<laughs> メイプルリーフの T シャツ着てケ、はい、ネディアンっていうふうにアピールすると思うんですけど、はいまあ、同じようにじゃあ日本人が日の丸掲げて、ね、アジアで歩けるかっていったらそうではないので。はい その辺がやっぱり分かってもらうのに時間はかかりましたね、夫に。だから、これが国際結婚なんだ、うん、みたいなのはありました、はあはい。そこであの分かってくれない旦那さんに対してのフラストレーションみたいなのはあったんですかありましたね。まあ、でも、大きくはやっぱり日本人が周りにいなかったので、まずその夫というよりはその分かってくれる人が誰もいなかったんですよね。うんうん、だから 友達で日本人一、まあ、人ぐらいはいたんですけど日本人が多い都市だったら上海とかだったらね、うん、あのそれなりのこうコミュニティがあってでその中でやっぱり分かってくれる人とかいると思うんですけど、はい、選んだ都市が結構産業都市で,で日本人のまず女性もそんなにいないような男性の駐在で来られてる日本人の男性がいて。 で、まあ、香港に近いところだったんです広東省って香港に近いんですけど、はい、もう家族とか、まあ、奥さんはもうすべてこう香港に住ませて男性がこうその工場を勤めするみたいなそういうところに住んでたのでなかなかこうその日本人女性同じような境遇の日本人女性とこう知り合うこともなくて。うん、んそういううい意味では、うん 友達もやっぱりね、西洋人が多いので、その子たちにもわからない世界だったと思います。うん、えー、それを7年間も過ごされたんですね。<laughs> えー、それの7年間の中で、やっぱりその日本人としてのアイデンティティを隠さなきゃいけなかったりとか、日本語であんまり喋れないとかの時に、うん、自分のアイデンティティのなんかクライシスみたいなのはあったんですか うん、やりましたね。本当にあのー、まあ、まず何人なんだろうってことですよね。日本人っていうルーツがあるのに、やっぱりそれをこう身の身を守るためにこう隠すっていう。あとタクシーに乗ったりすると。 ま,あまずね、中国語に鉛があるので、何人だって言われるので,、うん、で、そういうところで、あの、まあ何人でしょうみたいな感じで、こう、はぶらかして、<laughs> で、はい、言われるがままに全部イエスイエスみたいな。ABC か。ABC って American Born Chinese っていう ABC かって言われて、うん、ああ、そうそうとか、韓国人かって言ったら、ああ、そうそうそうみたいな。うん、なんかそういうふうに、こう、うん、あの、はぶらかしてずっとこう、 いたので、はい、やっぱり堂々とこう日本人っていう風にこうパブリックの場で言えるっていうのがやっぱりを,をすごくこう気にしていたのでかなりアイデンティティクライシスではありましたねうん、うん、そうなんですねそれっていうのはやっぱり7年終えてえっとシンガポールに移った際にあ 日本人としててでいいんだっていっっう風になったのかそれとも中国生活の中であのだんだんこうプラウドジャパニーズじゃないですけどあの、うん、出せるようになっていったんですか一番やっぱりあ日本人でいいんだって思ったのはやっぱりシンガポール来てからですね。うんうん、それまではやはり中国にいてその、うん、ちょっとこう引き締まった感じで。 生活をしていいたたのがななんかもうあーみたいな私なんでこんな緊迫したこう生活をしてたんだろうみたいなシンガポールに来てこうなんかあなんんかかいろんな人種がいてもいいしいろんな言葉喋っててもいいし日本人がこんなに23万人いるんですよね日本人シンガポールに住んでいる。うん、はい だからもうねあのドン・キホーテもありますし高島屋もあるし伊勢丹もあるし、うん、かそこに行くともう日本なわけなんですよね、はい、でそれをずっと味わってこなかったので、うん、びっくりしちゃいました最初あ私日本人でいいんだみたいなわあそれってすごい経験ですねなんかそれはやっぱり日本では絶対しないような経験だと思うしなかなかいろいろなところに行っても日本って で好かれるイメージ割と多いんですけども、やっぱりアジア人と言っても、その中での方の国によってだったりとかまあ、その中でやっぱり差別ではないですけども、そういうこともあるんじゃないかな。とは確かに思いますね、うん。そうですね。だからもう最終的にやっぱりこっちでね。日本人のお友達ができて、はい、もうたくさんいるので、もう選び放題みたいな感じなんですけど、<laughs> はい、もうだから本当にたくさん。 あの友達はできたんですけどやはりこうその中国での生活をしたことがあるっていう方は少ないのでだからそのやっぱり日本人として中国で生きるっていうところもあまりよく分かってないあの、まあね、理解が難しいところがあるので、はい、あ私結構特別な経験できたんだとかやっぱり日本人のその歴史っていうのもやっぱちゃんと学べたし。 うん、えー、なんかそういう意味では、あ、やっぱりいい体験だったんだなっていうのはあります。そうなんですね。確かに、やっぱり海外に行ってみて、自分の国のことだったり、歴史だったり、ルーツだったりを学び直すと言いますか、ちょっと着目し直すみたいな経験って、結構海外に出る方多いんじゃないかなって思うんですけども、私自身もアメリカ人の方に。 やっぱり、なんだろうな、第二次世界大戦とか、そういう話、をすごく聞かれるんですよね。うんうん、皆さん、結構歴史が好きな方が多いので、そうすると、私は、いや、日本史の授業、全部寝てたな、みたいなことがよくあった当初だったので、うん、やっぱり勉強し直したりとかしないと、うん、日本人としてちゃんと答えられるようになりたいなっていうふうに思ったのは、大きかったなと思います。うんうん だからハワイとかもねみんなのみな日本人が皆さんねこう行く人気のスポットだけれどもそこにもやっぱり日本人がしてきた歴史があったりとか、はい、でねやっぱりそこに行かないとあ私たちの先ご先祖さん自分たちじゃないけれどもご先祖さんがしてきたことってこういうことなんだっていうのを知るっていうのも本当にその何だろうやっぱり。 国交というか国をつなげるこう第一歩っていうか知らないのが一番やっぱりねあの他の,その今までされてきた国からするとやっぱり許せなないいいっっててうのはすすごくよくよかる思いますだからやっぱり日本がいろいろとこう教育をどんどんね自分たちのしてきたことっていうのも教育しないといけないんだなっていうのは、はい、あの体験を通して分かりましたね。 それはあのやっぱり第一線でというか実際に経験してみててみ分かったことっったいうやぱ学校で教えてくれなかったので自分でやっぱり調べ直しましたね、うん、歴史その、うん、日本であの勉強することってされたことアメリカにされたこととか、うんうん、での中心にやっぱり歴史を勉強するのでしてきたことっていうことはやっぱりあんまり話されないんですよね。 だからやっぱり海外、まあ、特に私たちは東南アジアっていうねシンガポールも東南アジアですけれども、はい、東南アジアにもやっぱり日本をが占領したっていう時,時代があるので、はい、短い時,あの時期でしたけどそこでやっぱり強制的に日本語をねあのこう教えたりっていうところもあったってその歴史もやっぱりこっちに来て勉強し直したっていうのもあるので。はいう そうなんですね、えっと。リスナーの方でやっぱり海外留学したいとか海外に住みたいと思っている方たくさんいると思うんですけども、そういう方たちにもちょっとリマインダーと言いますかやっぱり自分の国のことを知るとか自分の国がしてきたことを知るっていうのは、えっと、大切なこう国際人として生きることに対しての一歩かなと思いまに、ね。 うん、じゃあ、えっと、では、ちょっとガラッとトピックを変えて、まゆみさんが今されているフローっていうポッドキャストの運営をされていると思うんですけども、その話もちょっと後ほど伺いたいんですが、その中で、えっと、1年間の不妊治療の経験っていうのをお話しされていらっしゃると思うんですけども、えっと、その経験のお話を踏まえて、えっと、まゆみさんがこう知っておきたかったなとか、えっと、やっぱりその、 自分の母国ではない国で、えー、旦那さんもいらっしゃって、えー、とそれも国際結婚でお仕事をされたりとか、えー、といろいろなことが本当にあの同時進行で起こっていらっしゃった人生というかなのかなって思うんですけどもその中で、えー、と真由美さんはこうどのようにこう心境の変化だったりとかあの苦労だったりとかあったのかなと思ってそこを少し聞きたいんですがすいませんと いっぱいあると思うんですけどもこんなこう少しの一つの質問になんかさせていただいて、えっと、難しいなと思ったんですけどもはいすいませんどこから行きましょうって感じなんですけど <laughs> そうですよね、うん、えー、とうっと不妊治療をしてる時の心情そうですねえっとその体験だったりとか、はい、えっとそれを踏まえてあの知って っておきたかったことを教えていただければなと思ったんですけどなるほどはい、はい、えっとまあ遡るんですけどあの私その先ほど言ったように中国から新婚生活始まって2005年ぐらいだったんですけどね、はい、であのもうもう道もガタガタのような状態の本当にもう道路もこう ね、あのまっすぐ歩けないような,ような状態の,あのところに住んでたのでもう最初に思い浮かんだのはもう何て言うんですかストローラーっていうんですかベビーカーみたいなのを押して歩けないわと思ったので、はい、まずもう子育ては無理だと思ってたんですよね。でまあ、まあ、まあそのあとはやっぱり経済面でまだこう落ち着いてなかったりいろんなもう生活も落ち着いてないので。 あの避妊薬をずっと飲んでたんででたすよねだからこうまず妊娠しないようにっていうことであと結婚も24歳か25歳の時にしたのでまあまだ30ぐらいまではいいだろうみたいな感じで、えー、ずっと避妊薬を飲んでいてで、えー、そうですねこう結局29ぐらいになった時にこう周りがね あの結婚して子供を産んでみたいなそんな時期になってきて、はい、あれ私たちもそろそろじゃないみたいなでそれであの検査に行き始めたんですけどでそしたらあ意外と私たちできないもんなんだなみたいな非、はいまあ、妊薬ももう止めてたのでもうすぐそこでできるだろうと思ったら意外とできないっていうところで,であの最終的にその 検査をしても何も見つからないんですよね。あのあの病気であったわけでもなくて。はいうん、で最終的に不妊治療っていう風に行くんですけれども、まあ、まあそのなんていうんですかねこう医療の手を借りないと妊娠ができないっていうことを私たちは知らなかったので自然にできるものだと思ってたから、はい、やっぱりそこがこう。 そのね、あの計画的な妊娠っていうのはすごくあの、ね、場合によっては必要私たちみたいにここではやっぱり子育てできないなっていうのはすごく現実的な、ね、あの判断だと思うんですけれども女性の体として埋める体なのかとかそういうのはやっぱり最初からこうちょっとチェックでもしておけばよかったなっていうのが一つとうーん,なんかうーん何でしょうね やっぱり、まあ、病院、まあ、最初にあの20代からやっぱり行っておけばよかったっていうのもありますし、はい、うんただただでもあの不妊治療に至ったことに対してはやっぱり後悔はないのでというのはうんやっぱり病気が見つからなかったのもあるしその何をしたからじゃあ妊娠できたのかっていうのもやっぱり だからその本当にもう自分のコントロールではどうにもできないもう奇跡に近いあの妊娠なんだっていうのはそこでよく分かりましたねだから生命の本当にこのミラクルっていうのはすごく学びました、うん、はいでその中国の時を終えってシンガポールに渡った際に不妊治療を始めた っていうタイムラインでしたか。えっとね。中国の本当にあのー、最後の12年ぐらいだったんですけど、はい、だから結婚って何でしょうね。もう78年後ぐらいにあのー、香港が近いので、もう本当に電車で国境を越えて香港みたいな感じだったんですね。はい、で、そこであのー、病院があったので、そこに治療に行って。 で,、はい、であのもう本当の初期の段階なんですけども、えーえー、とタイミング法っていうものがあって、はい、そういうのタイミング法とあと IUI っていう,こういろいろと段階があるんですね治療にも。はい、でそこで、えー、まあうまくいかずじゃあシンガポールに移住するからそこでじゃ本格的にやろうって言ってであのシンガポールであの皆さん IBF って聞いたことあるかわからないんですけども、はい、体外受精っていう。 卵を出して採卵して、はい、でそこであのラボで受精するっていう形なんですけどでそれをまたこう着床するようにタイミングを合わせて戻すっていうような手術なんですけどねでそれを、はいえー、シンガポールでやりましたねだから、うん、あのシンガポール移住してもう12年にはもう。 その不妊治療体外受精の不妊治療を始めていたみたいな感じですね。でそのまず国を移住するっていうこと自体もすごく大変ですだと思うんですけどもでそれプラス不妊治療の,、うん、あのをスタートするっていうこともあって。で お仕事だったりとか、まあ、文化の違いもあったりとかすると思うんですけどでシンガポール先ほどもおっしゃってたように日本人の方が多いっていうことで少しこうアットホームな感じなのかなとは思うんですけどもそれでもやっぱり国を越えてとか言語を越えて文化を越えてっていう中でまゆみさんはストレスを感じられたりとかあの辛いなとか大変だなって思った時はありましたか えっとね、シンガポールの生活が好きすぎて、<laughs> しかも英語で何でもできる国。うん、まあ、大、ね、あの、オフィシャルでは、えっ、ー、と、4言語あるんですけれども、シンガポールって。ただ、うん、メインで、こう、あの、公用語っていうんですかね、で使われているのが英語なので、書面もさ、はい、あの、ね、あの、標識も全部英語。 で、うちの旦那もの通訳もしなくていいみたいな。<laughs> レストラン行っても英語でやってくれるから。なんていい国なんだっていうのはありましたね。うん、そのだから、そう、だから、そこまで、その生活面では。すぐ馴染んで。もう、あの、なんて楽しい国なんだっていうのはありました。うん、<laughs> ただ、えー、一方では。シンガポールってすごくファミリーフレンドリーな。 国なんですね、はい、で意外にこの都市的には小さくてあの東京23区ぐらいの本当にあのサイズの国なんですけど結構その外国からエキスパートっていわれる駐在で来られる方とかってあのファミ本当大きなファミリーで。 移住しててきたりっいいう人が多いので,、はい、ですごくこう道も広くて、まあ、中国と違ってその、ね、あの道路もすごくきれいに整備されててやっぱりそのファミリーっていうこのビジョンがをやっぱりもう目の当たりにするんですよねこう幸せな家族像もう毎日のようにやっぱ見るわけで,、はい、でその中で自分がそのえ思い描いていたその家族の 幸せ像にを得られないっていうその治療中のこの何、はい、て言うんですかだから都会でそういう,こう家族っていうものあまり見ないような環境であればまあなんとなくあの淡々と日常はねあのストレスなしに終わると思うんですけど。うん もう周りがファミリーすぎて <laughs> でその中のやっぱりこのストレスっていうのはありましたね。なんで自分だけとかなんで私たちだけ子供がいないのとかできないのとか思ってました。はい、うん でその経験を経て今現在はポッドキャストの番組の「フローっていう番組を運営されていらっしゃってその中で不倫チノの話だったりとか「産まない産めない」っていう女性の方々のサポートのお話をされていると思うんですけどもそこまでにこう至れたこう経緯とか とそれを始めようと思ったきっかけを教えていただいてもよろしいですか？うん、はい、ありがとうございます。あの、そうですね、ポッドキャスト、えー、はあの、まあ、タイトルがね、すごい直球なんですけど、産まない産めない女性の幸せな人生計画っていうことで、まあここに至ったのはすごい全然簡単なあのジャーニーではなくて、はい、やっぱり8年間 不妊治療というものをしていてやっぱ自分も失ってもうまたアイデンティティクライセスになって私は会社員でもない、まあ、まずその仕事のね両立が難しいっていうところのストレスもあったんですけどでそれだからこその,その個人事業主私はフリーでやっぱり仕事したい時にしてできない時は休むっていうようなあのワーキングスタイルがいいなと思ってそれをまあ構築したのもあるんですけれども。はい だから会社員でもないわけですね、どこに属しているわけでもなくで、ママでもないっていう所属先がな,なさすぎて、うんうん、そこで、まあ、アイデンティティクライスになったりっていうのもあって、で,でも最終的にやっぱり8年で、日本が最後の不妊治療だったんですけど、一時帰国して、そこでもうまくいかず、じゃあもうやめようって私の、ね、私の選択を自分でしたんですね。 だから埋めない自分もそうだけれども産まないというふうに、まあ、不妊治療もしないっていうふうに決めたのも自分なのでじゃあもう産めない産まないを一緒にしてしまおうって言ってもポッドキャストのネーミングなんですけれども、はい、どんな背景であれやっぱり幸せにみんな行きたいわけなので埋、うん、めなかったってずっと思いながら人生を歩むかもうめ くくててもも産まなくても一緒で結局子供のいないけれども他にいろんな幸せの形があるっていうのをこうこう見て自分,の幸自分らしい幸せをこう計画できたらいいなっていうところをなんとなくこうその,の23年ぐらいでやっぱ考えていて、はい、でそうですねでそれでやっぱりなんか私この人生産めないって思いながらずっと過ごすのは嫌だ かもやっぱり変えたいって思ってたので、でそれがちょうどこの三十九歳、四十歳手前の時に変わらなきゃダメだってここからあとまあ生きたとして四十五十年あって、うん、なんかこうもやもやした状態では生きたくないと思ったので、えー、その時にやっぱりポッドキャストっていうのを始めましたね。うーん。はい いや素敵なこうジャーニーニがあって、それでこう何だろうなそう,そういうふうに行きたくないって思って変え,変えようと思った行動をした真由美さんがすごくキラキラしてるなってかっこいいなって思いますしそれやっぱりそのうー経験を話すのって勇気がいることだと思うのでそれを決断できた決心できたあの真由美さんがすごくやっぱりかっこいいなって私思う。 思っててインタビューさせくありがとうございます。そしたら心よく受けていただいたんですけども。<laughs> いはい。はい、いえっと、えー、ちょっとそれあの,の話でちょっとだけあのもう一つだけ聞きたいんですけども私も真由美さんの話をというか、ポッドキャストを聞くまではあんまりそういうことに興味がなかったというか私もう今24歳なので、うん、あんまりそういうことを考える。 きっかかけがなかっけなかなただのととういうことああの子供とか子供ですね子供を持つとか、はい、そういう話、うん、ことを考えたことがなかったんですけども、うん、えと話を聞かせていただいてその、まあ、結婚をするしないとかそういう選択もそうですし子供を産むか産まないかとかそういう決断もそうですけどもそういう、えー、と決断をし,して、えー、と子供を持たないって決めた方々。 っていう女性の方々と、まあ、子供がいて結婚してっていう、まあ、ふ普通って言ったらちょっと違うのかなと思うんですけど皆さんが思い描く普通みたいな、えー、と家庭を持っている方の中で私の中でもやっぱりなんだかんだ言ってこのでも versus us みたいなそのディビジョンがあったのかなって思っていてでそこについてまゆみさんのこう喧嘩というかどのような世界に したいというか、真弓さんのビジョンみたいのを教えていただければいいなって思ったんですけども、うん、すみません、質問のが下手だった。いや、あのー、まあ、でもね、やっぱり子供のいない、えー、夫婦とか、子供のいない女性っていう。 あのなんかイメージがちょっとついちゃってるのはあるんですよなんか冷たい自分たちの人生が大好きみたいなもちろんね子供を持たないっていうリンクスとかねあのよく聞くと思うんですけどダブル b l e i ノーキッズっていうあ、はい、あの共働きであのやっぱり子供を作らないっていう人もいますし選択として。うんで 私たちみたいに最終的に授からなかったっていう人もいると思うんですけど、はい、なんとなくねこうなんか不,こう不幸なんじゃないかなとかちょっとなんかこう幸薄いみたいな,、はい、なんかそういうイメージがこうあるんですよね。でなんかこうやっぱりコマーシャルでもそのアドバタイズでもなんかこう突きつけられる幸せな家族像っていうのがもうなんかあってそこにはこう あのお母さんっていう女性でで、えっと、お父さんってでそれってやっぱりあの,あの LGBTQ の人もえみたいなそれが幸せの像っておかしくないっていうようになってるように私たちからするとお父さんお母さんって子供は2人でで,できれば男の子と女の子でみたいなもうそういう像が幸せ像っていうのをこうやっぱり広告とかコマーシャルとかで突きつけられるのがやっぱり。 うんみたいな、うん、だっていろんな幸せあるよね普通みたいな、うんうん、あと人種もね <laughs> 違ってもいいんじゃないとかなんかそうなるとこう本来の普通の幸せって何なんだろうみたいな、うん、その本人が思い描く普通と他の人が思っている普通ってまず違うしでその、ね、社会、まあ、日本社会だったとしたら例えば その日本社会が思い描くに普通と自分が違っても当たり前だし、うん、まず違ってもいいんだよっていうのを皆さんに分かってほしいんですよね。でそれはその子供がいないあの人たちにもやっぱり分かってほしいし違っていいっていう。で、うん 今その、まあ、何の,その治療もせずあの授かったお母さんたちもにもやっぱり理解してほしいっていうのがあって自分たちはその、まあね、あの治療をせずあの淡々とこう結婚のもしてあの幸せなこのなんていうんですかねこう幸せを手に入れたっていうのはあると思うんですけどそうじゃない人もいてでそうじゃない人も十分幸せな。 あの人生を歩んでいるっていうようなふうにこう、ね、そのエクスチェンジができればいいなっていうのはありますねそこでやっぱりその「Us versus them」っていうそのこの壁っていうのをやっぱり取れるんじゃないかなってお,お互いに分かり合うと思いますはい、うんはい、えっ、ー、と真由美さんのエピソードを聞いていた時にその共存するっていう話をされていて、はい、私あ そっかっていうふうにこう何ていうか考えてみたら当たり前のことなんですけどやっぱりその社会の中で生きていく中でえっと固定概念だったりとかスタンダードとかその普通の定義っていうものが私の中でのその今まで教えてもらってきたこと両親の考え方だったりえっと私の学校での教育だったりとかそういうもので形成されていたのでそれをこう考え直した時にあ確かにそうだよなって皆さん多分考えるきっかけがあれば。 そうだよなって思うことだと思うんですけども考えるきっかけがなかなかないのかなって思うので、えっと、今こうやってまゆみさんの話を聞いて。 聞かせていただいている中で、リスナーの方にもこう考え直すきっかけになってもらえればいいなってすごく思います。うんうんうん、そうですよね。はい。うん、じゃあ、あと次に、まゆみさんのこれからの,その目標だったりとか、じゃこれから挑戦してみたいこと、うん、ポッドキャストでもあのもちろんですし、キャリアのことでも何でもいいんですけども、何かあったらシェアできたらお願いします。うん、<laughs> はい、ありがとうございます。あの そうですねこうフロー、本当ちょうど、あのー、1周年になるんですよね、今月、はいであのーまあ、新たなこうスタート地点なのかなっていうふうには思ってるんですね。で、今やっているのは、そのこれからまあやりたいなと思うのは、子供が授からなかった方、まあ、どういう背景であれ、子供がいない女性に、はい、 の、まあ、コーチングであったりカウンセリングっていうのをちょっとどんどんとやりたいなと思っていて、はい、でそこはもう私のミッションだと思っているんですよね。でなかなかやっぱりカウンセラーとかコーチ,コーチをされている方でその不妊治療を体験してきてで実際最終的に授からなかったっていう方を探すってすごく難しいと思うんですけどもあのまあそうですねだから私は。 あの失敗例ではあるんですけれどもでもそこで得た別の幸せっていうのは絶対に紹介できるしあの本当に今不妊治療をしていてな,んかなかなか授からないなと思った人に対してもいやこんな別の幸せもあるから、うん、あのそこが終わりじゃないよっていうのを伝えられるあのまあ うん、人物だとはは自分でで思っているので、はいうん、やっぱりそこをこうどんどんと伝えていきたいなってそこでこうやっぱりエンパワーメントをあの私ができればいいなっていうのが一つとあとやっぱりそういう,こうあまりねこう不妊治療の本とか、まあ、不妊治療でその授かりましたっていうセサクセスストーリーはたくさんあるんですけれども、はい、その子供を持つ以外の幸せっていう紹介があまり本として まあ書籍としてこうされてないので、はい、まあ本が書ければいいなって私ちょっと文章力はないんですけれども、声しか、えー、<laughs> 取り柄がないんですけれども、うんなんかやっぱり本を書いていきたいなっていうのはあります。あ素敵です。オーディオブックとか、うん、今皆さん聞いている方とかそうなん多いじゃないですか。ねだから私がのナレーションとでお届けするとか、<ー>うんオーディオブックを自分でやるっていうのもありかな。 思ってます、はい、わすごい楽しみですすごい素敵ですしあの私も全然あの力にはならないと思うんですけど見ながら応援させていいいいただきまますすはい、はお願しでは、えっと、最後なんですけども、えっと、リスナーの方私のリスナーの方とは10代だったり20代だったり、えっと、割とこう散らばってはいるんですがその辺の方々が多いんですけども、えっと、そんなリスナーの方々に、えっと一言 よければお願いいいたしますはいえっと、そうですねまああのサニーさんの番組を聞かれている方もやっぱりねあの志のこう高いなんかこう <laughs> エネルギッシュな方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもあのまあ私がね今この「フロー w の、まあ、1年間「あのフローっていうポッドキャストをしていて思ったのと、まあ、私の体験から。 予想外の人生もあるんですよねで本当にその自分のコントロールではどうしようもできないことってあって世の中には。でその、ね、諦めなければなんとかなるっていうことももちろんあってだからこう、ね、日本でも「諦めるな頑張れ!」っていうふうにこう言,う言われてあの忍耐力をねあの培われてきたと思うんですけれども。 でももう本当にこうお手上げですっていう時もあってじゃあその時にやっぱりどうするかって言ったらやっぱり選択肢いろんな選択肢があるんだなっていうことを知ったりでその執着っていうんですかねこう絶対欲しいと思ったものをちょっとこう選択肢があることによってあ手放せるかもってなってきたら、まあ、その手放す勇気っていうのも必要だと思うんですね。で そこであじゃあもうこの執着心をこうちょっと手放して別のところも見てみようってなった時に初めてやっぱりこう新しいものがこう入ってくるスペースが自分の中にできると思うんですよね。でそれを大事にしてほしいなっていうのはあります。で、まあ、私はね予想外の人生 もうそのその将来ビジョンもあってそれに向かってこう頑張ればなんとかなるってずっとやってきてたし私も完璧主義があったのでいやもうななんで私っていうふうにすごく責めた時もあるんですけれども、うん、でも世の中にはやっぱり自分のコントロールでは何ともできないことがあってそれを手放してじゃあ次に行こうっていうふうに選べる女性に。 女性でいいんですかね。ごめんなさい。選べるあのうんあの人間になってくれたらすごくあの将来が楽しい人生になると思います。はい、ありがとうございます。えっと本当に最後になるんですけども、えっとこのエピソードを聞いてまゆみさんにあのお話聞きたいなとかコンタクトしたいなって思った方はどこからまゆみさんにリッチャットすればよろしいでしょうか。 えっとですねあの、ホームページがあるんですけれども、flow-japan.com、はい、flow-japan.com flow か、えーと、インスタグラムの、えー、flow.japan、はい。この2つからあのいつでもメッセージいただければ、私の方で、はい、あの回答させていただきます。はい、わかりました。じゃあ、私のポッドキャストの概要欄だったりとか、えー、とに載せさせていただきますので、皆さん。 えっとマユミさんのポッドキャストをぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、マユミさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、私は r カリ・ピ s Hi,、er、from はみ出し系ライフの歩き方。and You're listening to The Sunny Days in the USA。はい、皆さん、マユミさんとのインタビューどうだったでしょうかポッドキャスト番組「Flow」は先月ですね、実は1周年を。 迎えまましたゆみさん本当におめでとうございますで1周年記念のエピソードでまゆみさんは旦那さんの AJ さんとのインタビューを配信されたんですけどもあの本当に素晴らしくて素敵な回でしたあのお二人のご夫婦感だったりとか2二人の本当に信頼関係だったり 素敵な結婚像っていうか、夫婦像っていうのをすごく垣いまみれる回だったんじゃないかなって思いますので、皆さんにぜひぜひチェックしてほしいと思います。まゆみさんの情報はすべてショーノートに書いてあるので、そこからまゆみさんの、えー、とポッドキャストのウェブサイトに飛んでみてください。では、今回も本当に聞いてくださってありがとうございました。皆さんの一日がサニーデイになりますように。では、さよなら。